OK, Google. 明日の天気は？明日の立川は最高気温24度、最低気温14度で晴れ時々雨でしょう。OK, Google. 今日のニュースは？最新のニュースです。テレ朝ニュースから今日17時48分のニュースをお送りします。千葉市で泥酔した状態で車を運転して、女性が運転する車に衝突し怪我をさせたとして25歳の男が逮捕されました。五十嵐大河容疑者は午前6時ごろ、アルコールの影響で正常な運転が困難な状態で車を運転して60代とみられる女性の車に衝突し首の骨を折る怪我をさせたとして逮捕されました。現場は JR 東千葉駅近くの交差点で、五十嵐容疑者は泥酔していて受け答えができない状態でした。警察は飲んだ酒の量や運転した経緯などを調べています。 J-WAVE ヘッドラインニュースから今日17時のニュースをお送りします。ヘッドラインニュース J-WAVE。 ヘッドラインニュース brought to you by 日本電気ガラス。エジプトのスエズ運河で座礁したコンテナ船を移動させる作業で、スエズ運河庁は船体を安定させるための水を抜き移動しやすくしたと発表しました。週前半に移動できる可能性があるということです。茂木外務大臣はミャンマーでクーデターに抗議するデモ参加者らを治安部隊が銃撃するなどして多数の死者が出たことについて強く非難するという談話を発表しました。市民に対する暴力の即時停止を強く求めています。東京都内で新型コロナウイルスの感染者が新たに313人確認されました。重症者は昨日より3人減って41人です。新年度となる来月1日から介護サービス費の一部や医療機関での窓口負担が値上げされ、多くの家庭で家計に影響が出そうです。外来診療1回あたりの負担額は3割負担の現役世代で15円増えます。選抜高校野球は今日準々決勝4試合が行われる予定でしたが、天候不良のため中止となり明日に順延されました。休養日を挟んで31日が準決勝、来月1日が決勝です。以上、庄司がお伝えしました。 OK, Google. ありがとう。他にも何かお手伝いできることがあれば教えてくださいね。 OK, Google. おやすみ。アラームは何時に設定しますか？ OK, Google. もういいよ。おやすみなさい。